こんにちは、松潤さん、メッセージありがとうございます。なんかコメント書いたみたいじゃないですか。よかったですね。やっぱりモチベーション上がりますよね。なんかね、最初の頃の緑のバックグラウンドで、まあ話されてる時よりももう全然ミュージシャンですよね。で、帽子までかぶっちゃってね、もうすっかりなんか毎日の生活もちょっと変わったんじゃないですかね。なんかすごいことになりそうで、私もねワクワクしていきます。このままですね、いろんな曲をやる取っ手出しっていうのと、あとやっぱり松潤さんを語るようなね、5分10分で喋るやつとか、それからあの誰かをね、第三者を入れてのコーナーっていうのもいいんじゃないかなと。だいたい YouTube って3つに分かれるんですよ。まあ取っ手出しって言って、本当にちょっとね、デモクリップみたいに無編集でボンとやるやつね。で、あとはオフィシャル感のあるね、しっかりと作り込んでいくやつとか、まあ松潤さんがね、なんか自分なりの世界観語るとかっていうのもそのうちいいんじゃないかなとか、あとその尾崎豊さんの17歳の地図にどんな思いをね込めているかっていうのも、まあ速稼塾のねミスター M さんとかが結構たまにね語ってるんですよ。人生を救われた曲みたいな形でね、尾崎豊さんとか長渕剛さんの曲をなんか5分ぐらい喋るみたいなコーナーがあるんですけども、結構なね共感を呼ぶんですよね、ああいうのって。いいですね。まあそれからね、やっぱりこう、まあ、自分ではない誰かに聞かせるようなところとかもあっていいのかなと思いますし、これからますます、なんか楽しみじゃないですか。本当良かったと思います。よくやってくれました。もう言うことないですね、ここまで、短期間でここまでやってこられたらね。その調子で頑張っていきましょう。12月10日も一つのね、まあポイントになると思います。それでは、松潤さんの曲をね、私のメディアで紹介できる日も近いかなと思いますよね。再生数グッと伸びるといいですね。はい、では以上です。ありがとうございました。